はい、えー、皆さんこんにちは DZH フィナンシャルサーチの和田です、えー、ただいま3月十一日の金曜日ですね午後の二時十四分ぐらいになりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいと思います 昨日はですね東京市場から海外市場にかけましてもアメリカの金利動向に若干左右されるという形になるのみになりまして、まあ、なかなか方向感なくですね海外市場も終わってきたというところだったんですけれども本日の東京市場に関しましては3月の期末ですね、まあ、と言いま一番日本の企業では一番重要なです、ね、年度替わりという形となりました。こここの年度末に絡みます3月末にに絡絡みみまますです月、ね、期やはりフローこういったところで東京市場です、ね いというようなですね値動きになったという形です午前中中根まではですね実需の買いで値を上げたんですけれども結局午後になりますとでその後は輸出の売りに戻り売りに押されるとこんな形となっていますまあ、そこら辺もちょっとですね詳しく見ていきたいなと思います はいえー、こちら見てもらってますが昨日1日としてのドレンの5分チャートとなっていますまあ昨日はですねまああとえ買い市場に関しましては金利動向アメリカの金利動向に若干左右されるような形となりました欧州時間は金利の低下とともに1回は132の21とこちらは昨日の安値になったんですけれども21まで下押す場面があったんですがその後は金利の上昇またはリスクオン的なですね株価の上昇えー、こういったリスクオン的な動きからのクロス型の買いですねえー、こういったことがまた連日続いて ではいるんですけれども、この動きが継続されますと、132の97まで一旦はですね。値を上げるという形になったんですけれども、やはり後で確認しますが、3月の22日の直近の高値が133円ちょうどだったんですね。まあ、ですから、ここをですね。意識して戻り売りにまた押されるような展開。まあ、ただ2億時間の安値が132の3人にとどまりました。 えー、欧州時間につけまして132の21の手前では下げ止まりますと、引けにかけましてはダウ平均140ドルをですね、えー、超える上昇となる中で、また再び買い戻しが続く形、132の73まで買い戻しが入ってニューヨーク市場を引けたという形となったわけです、まあ。ざっと見てもらっても分かりますように、行ったり来たりのですね報告官なしでニューヨーク市場を引けたというところだったんですね。そして今日の東京市場を見てください、こちらです。今日の東京市場ですね13 朝方こそ132の号泣まで下押す場面があったんですけれども、早々からですね、やはり今日は3月期末に絡みます実需の買いですね、えー、こちらが断続的に持ち込まれました、そして中根にかけましては、機関、ね、投資家の買い、まとまった買いも入る中で、一気に上値を試す展開、そしてですね、こちら見てください、昨日の高値の132の97ですとか、3月22日の高値の133円のちょうど、こういったところが非常に重要視されたんですけども、ここを抜けてからですね、 ポーンと跳ねねてます、ね、やはりここを抜けたことによりまして、これの133円ちょうどのですね売りの売りオーダーもあったらしいんですけれども、こういったところを壁にしまして、戻りを売っていたですね短期の投機筋こういった、こういったですね向きも多かったというところで、133円を抜けたあとは、 目先のストップロスを巻き込むような形ですね。一気に買い上げられるという形となったわけです。中値直前まで買いが続きました、133円の51の高値まで一気に買い上げられるという形になったわけです。ただ、こちらもお決まりのように、ですねやはり期末ですので、中値までは輸入の買い、実需の買いが出るんですけども、その後は輸出乗りですね。こちらがまた持ち込まれますと、じりじりと値を下げる展開。そして、えーですね、お昼ぐらいの時百132円の90バサで少し 値をですね、もう保っていたんですけれども、午後になってからもう一もう一段下値を試すという形となりました。132の7丸まで値を下げるという形となったわけです。ただそのがまた再び132の今もう8889あたりまでまた再びですね下値を切り上げると、えー、こんな状況となっています。 でこのですね今日の東京時間の午後の下押しが132の70なんですけども、ちょっとここのところですね、覚えておいていただきたいんですが、しのチャートの方に移ってきています。今、ですね直近のしのチャート見てもらっているんですが、実は昨日から本日にかけまして、雲がねじれてますよね、新しい雲に入ってきているというところなんですけれども、まあ、昨日同様にやはり雲のところが相当意識されるというところなんですが、実は今日の雲の加減が、ですね先ほどの東京時間午後になってからの下押しの1 3 0 32の70とピタリと同じそこなんですね雲の下限の2円の70とあと雲の上限が今日は3円の16になりますだから2の70から3の16の間のこの雲のゾーンえここがですねいずれにしましてもかなり意識されるという形となっていますそしてえここの雲を上抜けてえ今日の高値3円の51よりも上であるとえここ抜けてくるようなですねえ強い状況になった場合には こちらは一目の基準線ですね、133円の78ですとか、あとは3月の16日のここの高値ですね、16日の高値、133円の83といったところ、こういったところが相当重要なポイントになってくるというところでしょう。ここを抜けてきてしまいますと、今度は3月15日の戻り高値、5円の11というところが、ですね上値の目処という形となりそうです。 一方で、下サイドなんですけれども、一目の雲を維持できずに下がってきた場合、この場合には、ですねやはりこの2円の7丸というのがまた再びポイントになってはいるんですが、あこちら、昨日の安値でしょうね、昨日の安値の132の2、1というところ、そして大きく下押しをした場合には、一目の転換線が来ています、131円の3、2というところですね、こちらが非常に転換線としてはポイントという形となってきています。 はい、えー、それではですねユーロドルの方も確認しましょう。こちらがユーロドルの5分チャートです。まあ、昨日はですね一時、欧州時間3月のスペインの CPI、ですねこちらの速報値が弱かったというところで1.0824まで値を下げる場面があったんですけれども、その後はですね、えー、徐々に今度はまた下に切り上げる展開。 一方で、昨日はですね3月のドイツの CPI の底値、こちらはですねスペインと違いまして、予想を上回る強い数字となりました。年率で7.4%と、予想の7.3%をです、ね、上回ったんですね。まあ、こちらもありまして、また買い戻しが進む形、昨日もリスクオン的なですねユーロドルの買い戻しが進みました。株価の上昇とともに1.0926の高値まで値を上げるという形になっています。その後は1.0892まで下押す場面があったんですが、下押しも限定的に終わっています。 今日の東京市場は3月の期末ということもありましたので、ドル円中心のマーケットとなりました、ユーロドルに関しましては、基本的にはポジション調整で、小動きにとどまっているという形となっています。 こちらも東のチャートで確認をしています。ユーロドルなんですけれども、なかなか上に抜けきれていないという、こんな感じですね、昨日も1.0926なんですけれども、こちらの3月23日の高値、1.0930ですね、こういったところがポイントになってくるというところだと思います。ここを抜けますと、2月のこちら、3日の高値が1.0940なんですね。 まだ後方のところがちょっと引っかかっているというところで、ここを抜けてくるようですと、年収来高値になりますのが、2月の2日の1.1033という高値があるんですが、まあ、ここまで果たして戻せるのかどうかですね、非常にこちらもポイントになってくるという形となっています。 はい、えー、それでですね、今日昨日ちょっと動きありましたが、実はですね材料ありましたが、南アフリカランドなんですね、こちら見てください。南アフリカランド円のですね5分チャートになっています。まあ、こちらです、急激な買い戻しの動きになっているんですが、こちらは昨日、皆さんもご存知の方、多いと思いますけれども、昨日は南アフリカの準備銀行であります、SARB ですね、えー、こちらが利上げを、ですね金利の引き上げを決定しています。 大方の市場の予想では0.25%の利上げではないかという予想だったんですけれども、こちら、0.5%と予想をですね大幅に上回るですね大幅な利上げを実施したということなんですね。これまでの7.25%から7.75%への金利の引き上げという形になりましたので、素直にですね南アフリカランドの買いで反応したという形となったわけです。 昨日は7円の30銭の,の,の,の安値から7円の48銭の高値まで値を上げるという形になっています。そして今日も東京時間7円の49銭ですね、ドル円の上昇等もありましたので、7円の49銭というところまで値を上げるような展開になっているというところです。まあ、こちら非常に分かりやすいです、ね、材料だったというところでしょう。はい、それではですね今日この後予定されていますものは経済指標を確認していきましょう。 はいえー、こちら見て待ってますが、この後予定されてますものは経済指標ですね、えー。4時55分に3月のドイツの雇用統計ですね。そして6時、2月のユーロ圏の失業率と3月ユーロ圏の HRCP、消費者物価指数の速報値が発表となります。そして9時には2月の南アフリカの貿易収支、そして9時半が1月カナダの GDP、そして2月のアメリカの個人消費指数と個人所得、PC コアデフレーター、非常に重要なですね今日はアメリカのインフレ指標が発表となります。そして10時45分には3月のシカゴ PMI と11時が3月アメリカミシガン大消費者態度数の核保値いずれもですねニューヨーク市場重要な指標が続きますそして24時が上がる ECB 総裁の講演そしてですね意外とこうですね重要となってきますのが明け方の4時翌4時5分なんですけれどもウィリアムズニューヨーク連議総裁の講演を予定されているんですね で実は FMC が終わった後ですね、いろんな FMC のメンバーが、ね、発言を行っていますけれども、実は昨日もバーキン・リッチモンド連議総裁やコリンズ・ボストン連議総裁、そしてカシカリ・ミナポリス連議総裁、この3人がです、ね、いずれも講演で発言をしているんですが、3人とも口を揃えてさらなる利上げの必要性をです、ね、言及しています。そしてこの1年間、ね、利上げがです、ね、お終わった後は、 この金利をでですすね高い水準で維持する必要があると要するに、マーケットがですね今、FMC の後先週の FMC の後ですねマーケットはどういうですね折り込みをしているかといいますと、今現在、ですね今現在、フェドウォッチによりますと、5月に1回利上げをして、6月には据え置き、そして7月からは0.25%の利下げをですね12月に向けて3回行うというような、今、ですねフェドウォッチの折り込み具合になっているわけですね。 ですから、マーケットとこの当局のですね、この意見といいますか見通しというのが全く違ってきてしまっているというところですので、これをですね、やはりマー,ケットマーケットが徐々に今修正にかかってきているような状況になりつつあるんですけども、まだまだ差は、ですね、まだこのギャップというのは。 開いたままという形なんですね。まあ、ですからそういったことを修正するためにウィリアムズニューヨーク連議総裁こちら FMC のですねやはり執行部の一人で非常に重要な任務ですからえ彼がどのような発言をするかというところもですねポイントになってくるというところでしょう。まあとにかくいずれもですね今日は3月の期末というですね非常に特別なですね節目の1日という形となっています。えこの後もですねやはり本邦税の実需のフローが出る可能性もありますし、あとは海外市場に関しますと欧米 の企業にとりましては3月ですねこれ第一四半期末という形になるわけですから四半期末または本邦税の年度末ですねこういったことからロンドン16時日本時間今ですと夏時間ですと24時になるんですけれどもこの夜中の12時のですね月末のフィキシングですねこちらでまとまったフローがある程度出る可能性が高いというところでこういったこの時間的なフローですねこういったところにも注意をしながら見ていかなければいけないと いうところになっていますそれでは今日の解説をお願いいたします